僕たち名古屋から来ました ABEX アーティストアカデミー名古屋校の公式育成ユニットナインです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、大阪僕たちね、はじめましての方も多いと思うので、はい、今から自己紹介したいと思います。はい、タイトです。8人で活動させていただいてます。はい、ありがとうございます。大阪、さっきも言ったんですけど、僕たちイベントで大阪来るのが4回目なんですよ。はい、そんな大阪の方たち、はい、僕たちのことを知ってくれてる人ってどんくらいいますか？はい、おすごい、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 もっと上がんないと思ってた、ね、嬉しい、めっちゃめっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいです。そんでね、僕たちツイッターのフォロワーさんが1000人突破して、はい、1100人も突破して、はい、ありがとうございます。気づいたらね、1100人だったね。あっという間にやりました。はい、そうですね、1000人企画の方もいろいろ考えてますので、はい、よかったらツイッター、フェイスブック、アメブロをチェックしてください。お願いします。お願いします。いやでもね、本当に嬉しいですね。嬉しいね。4回目でどうですか、はい、心境は。最初の方さ、はい、なんかみんな1回目とかもうあたふたしてもう、はい、どうしようどうしようどうしようみたいな感じだったけどね。そうね、今だいぶ思うんですけど、僕たち大阪4回来て、はい、多分
大阪行きの切符買うの一番上手くなってますよね。絶対上手くなった。切符買い方本当に上手くなってます。そうね、ちゃんとね、往復の時間もね。そうね、確かにね、計算しちゃって際どいとこついてくるんだ。いや、もう多分この話どうでもいいから本当にすいません。はい、続きまして僕たちの新曲をフルバージョンですね、はい、初披露で、はい、大阪で初披露させていただきます。大阪初披露多くないですか。ちょっと多いですね。大阪、僕たち名古屋のチームなんですけど、はい、衣装のこの衣装の初披露も大阪で、はい、リスタートの初披露も大阪で、はい、はい、ね、なんか申し訳ないです名古屋の方たちに。本当ですよね。はい、すいません。はい、ではそんな新曲の説明をじゃあミムお願いします。はい。とこの9の新曲リスタートという曲は前に一歩踏み出そうという前向きな願いが込められていて、はい、の今年も始まって1ヶ月とちょっと経ったばっかりなので、今年頑張りたいなとか挑戦したいなって思っていることとかを頭に思い浮かべながら聴いてくださると嬉しいです。いいこと言った。そして ありがとうございます。そして、2番の歌詞がなんと9のメンバーが書いた歌詞が含まれているので、はいはい、よかったらそちらにも注目して聴いてください。お願いします。します。はい、それでは聴いてください。
以上、ナインでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ名古屋にも来てください。お願いします。ありがとうございました。